はい、では、一旦区切りをつけてしまいましたけれども、シャープ6の4 IL2C の話の続きをやりたいと思います。飯食って商用を済ましてきました。先ほどはですね、ローカル変数の定義までが、まあ、なんとなく C っぽいあのコードとしてコンソールに出力されるというところまでやりましたね。で、この後どうしようかみたいなところで、ちょっと難しい局面になってました。ここですね。まあ、仮に一番最初の A イコール1っていうのをどうやって実現するか、これ IL のレベルで見ると LACION1 という命令があって STLOCK0 という命令があると、この2つの命令で A イコール1というのが実現されているというのは、まあ人間の目で見ればわかるわけですよ。で、これを機械的にどうやってやるのかっていう問題がありますと。で、愚直にまずこの例だけで考えると、LDCI41 って要するに数字の1っていうのをスタックにプッシュします。丸1ですね、スタックにプッシュされました。で、丸2で STLOCK0 で、これを今プッシュした値を、ポップし、そして、ローカル変数領域のインデックス0に格納するっていうことですね。これでもって A イコール1っていうのが実現されていると。で、問題なのは、これ今固定の値1なので、あの1って分かるからいいんだけども、例えばちょっと今ここに直接の例はないですけど、 A イコール B みたいな行が仮にあったとします、ソースコード上に。で、そうすると、命令はちょっと LDLOCK だと思うんですけども、 LDLOCK ですね、これ、もうこの例で言うならば、この、変数 A っていうのはインデックス番号0番、変数 B っていうのはインデックス番号1番のローカル変数領域に入っているはずなので、おそらくこういうコードになりますね。LDLOCK1 で STLOCK0 っていう命令になるはずなんですよ。で、そうするとですね、これ、ローカル変数領域1から値を取り出す、赤来たんですよ。赤で書きますね。まず、ローカル変数領域1から値を取り出して、スタックにプッシュします。もう分かんないですね。ここに、例えば123という数字が入っていれば、ここに123という数字が入るかもしれない。何の数字が入るのかっていうのはソースコードを見てる感じではわからない可能性がある。あのつぶさに追ってったら、これ結局これだよねとかいうのが固定的な数字で得られるかもしれない、得られないかもしれないですね、わからない。で、STLOCK0 なので2番目としてこの値を、ポップし0番に入れるみたいになるわけですよ。で、そうするとですね、ソースコード上はまあこうなるはずなので、これですね、これを1って書くわけにいかない。じゃあ何て書かれればいいかというと B って出ればいいわけですよ。ということはなんとなくですけれども、そのスタックにプッシュされたものがもし固定の値、例えば LDCI41 とかで固定の値が入っている場合は、その固定の値を文字列としてここに出し、実はね、青もあるんですよ。固定でまず、ここにそのプッシュされた、なんて言ったらいいのかな、その値に相当するものを表現する何かですね、まあ、これ実は式なんですけど、まあ、それをここに文字列としておきます。で、イコールを手前につなげます。そして STLOCK0 で代入する先のローカル変数の名前を、さらにその文字列の手前にくっつけますっていうような手順でやればですね、
そうすれば A イコール B っていうのが、まあ、後ろにセミコロンを最後につけるんですけど、つければそうすればこの式ができるんじゃないかなと。しかもシンボル参照 と、数値には少なくとも対応できるのが分かりますよね。で、まあ、他のもうちょっと難しいパターン実はあるんですよ。すでにここにね A プラス B っていうのが。で、まあ、ただこれのパターンはちょっとですね、今出ている IL からはその複雑なパターンに該当しないんで、まあ、ちょっとまだまだ後の方で考えます。今言ったこれを実現するとおそらくね BRS を除けば、BRS0 ですね、今ブランチ最後のこの意味のない GoTo の部分を除けば、なんかその処理だけでなんとなく変換がうまくいくんじゃないかなっていう気がしています。なんとなくですけど、ということで、これをやりたいんですが、ちょっと現状のソースコードをもうちょっとリファクタリングしたいですね。何をしたいかというとですね、今このデコード&エナミュレート構図は、タプルを返すようにしたんですね。タプル。タプルを列挙できるようにしたんですけど、タプルだとですね、まあ単にこのオプコードとオペランドの値をそのまま対にして返しているだけなので、実際受け取った側って今の実装はどうしているかというと、ここですね、4でポイチでぐるぐる回しながら、その値の、オペランドがヌルかどうかを見て、それに合わせて、ライトラインするものを変えてるみたいな感じになってるんですけど、これこいつが返すものを、まあ、1枚なんか、クラスかなんかをかましてですね、で、その、ソースコードを取得するためのメソッドみたいなのを定義して、一段その抽象化ますことで、まあ、ここら辺のなんかごちゃごちゃした実装ですね、とかを、まあ、全部その抽象の中に、押し込めるみたいな感じにすると、得られた、その、IL の情報をどうするっていうところを、このメインの処理から切り離すことができるので、まあ、もう一段、こう、ソースコードの見通しが良くなるはずです。なので、ちょっとそのリファクタリングをしようと思います。どうするかというと、まず単純にこのタプルの中身を、置き換えるようなクラスを1個作りますね。まあ別にこれパブリックじゃなくてもいいんですけど、まあプライベートにしとこうか。プライベート。シールドクラス、どうしましょうね。IL データ、ちょっとひねりがないですけど、より適切な名前が思い浮かんだら後で変えます。っていう名前のクラスにします。で、とりあえず、どんな風にそれが見えるべきかもちょっと今はよくわかっていないので、パブリックリードオンリーオフコード、オフコード。一つはオフコードがそのまま格納されるフィールド、もう一つは、オブジェクトのオペランド、オペランドの値ですね。これを格納するフィールドをこんな風に2つ定義しておきます。で、IL データ、この2つの値を受け取り、エンド、それぞれ初期化します。コードと、まあ、こんな感じですかね。まあ一応そんな大した話ではないんですけど、オーバーロード1個用意しといて、まあ、オペランドが省略された場合は、ヌルでも入れておきますか。こんな感じですね。まずこれをこの IL データというクラスをこいつらが返すようにします。で、そうすると実際、イールドリターンで返しているところがタプルのクリエイトで作っているので、ここも変えますね。ニュー IL データ。で、こっちは、オペランドがないパターンなので、せっかく作ったオーバーロードがあるので、まあ、こんな感じで、オペランドがないっていう感じに、明示した感じですね。はい。
これで IL データを返すようになったので、ここですね、ここのエントリーは、別にこれ名前だけの話なんで関係ないですけど、IL データで、ライトラインの部分は、ここは、オプコード、そしてオプコードネームですね、ネーム、それからこっちはオペランド、オペランドの値がヌル以外だったらオペランドの値に、スペースをつけて出力するみたいな感じでライトラインできるようにすると、まずこれが第一段階で、まだここにそのなんていうかオプコード由来の処理がここに潜んでるわけですよね。あの if 文での判定を、これをあの中に IL データの中に入れることによって抽象度を高めます。どうやるかというと、こいつですね、 IL データ、まあこれあの ToString をオーバーライドするって方法もあるんですけど、ちょっとまあ別に作っておきますか。ToSourceCode みたいなストリングの値を返すメソッドを作ります。で、まあ、ここの中に先ほどと同じ判定のもので、あの文字列を作るやつを移動しますね。ここですね、こんな感じで。で、IL データっていうのは自分自身なので、 this コードネーム、ごめんなさい、ここはフォーマッティングしないといけないですね。こうなりそうですね、ここ今ですね、あのドットネットフレームワーク 4.0 クライアントプロファイルを使っているのでこれ使えないですねじゃあまあ従来通りフォーマットでやっておきますか。01、まあさっきとほぼ一緒ですね、そういう意味で。IL データ参照してたのは自分自身になります。こんな感じですね。これで、ソースコードの文字列を取得するというトゥーソースコード、メソッドが出来上がったので、大丈夫ですね、出来上がったので、こっち側からはそれを呼び出すようにすればいいということが分かります。IL データの ToSourceCode ってやるだけで文字列が得られるので、それをライトラインすればいいと。まあ一応動くかどうか確認しましょうか。はい、まあ出てますよね。BRS の部分が出てますね。ということで、まず一つカプセル化についてはこれで OK と。はい、ちょっとコミットしておきましょうかね。なんだ、IL データクラス、はい、いきましたね。はい、で、1個この IL データの抽象を導入したっていうのは、この ToSourceCode っていうのの中に、そのいわゆるソースコードへの変換コードをここに収めることができるので、まあこうしようかというような感じでやったわけです。でですね、問題はですね、ここで、ここにやってくるそのオプコードの種類によって、このスタックに積む実際の値、実際のっていうのはややこしいですね、IL2C が
内部的にそのオプコードを判断するときに、仮想的なその評価スタックにプッシュする、この何らかの値の場合もあれば、シンボル参照の場合もあるんですけど、そういったものを格納するものをこのオプコード、やってくるオプコードによって変える必要があるってことですよね。まあちょっと口で言ってても分かりにくい気がするので、まず最初にとにかくこの LDC-I41 っていうのをやってみましょうか。これがやってきたらスタックに1っていうのが格納されればいいわけですよね。この実際のループのところなんですけれども、今の話は何を言ってるかというと、まず IL のオプコードが、すごく冗長というかグダグダなコードを書くとですね、LDC-I41 かな、そうですね、オプコードの名前が LDC-I41 だったらスタックに、ごめんなさい、勝手にインテリセンスが動いてしまうんですね。スタックにプッシュする何をって1という数字をプッシュしたいわけですよ。イメージとしてはこうですね。これがオプコードごとに何をするっていうのはあるわけですよね、想定されるものが。で、これ今かなりベタなコードを書いてしまったんで、こいつをもうちょっと整理していきますね。まず実際にその評価スタック自身、入れ物として用意しないといけないので、これ作っておきます。で、スタックという名前だけにスタッククラスを使えばいいんですね。スタッククラスはドットネットにあるので、問題はこれの中身なんですけど、とりあえずストリングにしときます。で、これでとりあえずエラーは出なくなったかな。 LDC-I41 というのが来るとスタックに1というのをプッシュしますと。はい、ちょっとエルスっていうのは最終的に全部なくなるはずですけど、こういう感じですよね。それ以外のものは全部ソースコードを出力するということで、ちょっとこれを走らせてみますね。はい。スタックになんか積まれてるかな ?1 個積まれてますね。はい、1っていうのが積まれてますね。どこで積まれたのか、ブレイクしないとちょっとわかんないですけども、とにかく、IL データに、その LDC-I41 が来た場合に、これでスタックに1という文字列がプッシュされたことになります。だから何なんだみたいな話なんですけど、じゃあもうちょっといきますかね。else で、別の命令が来ます。オプコードのネーム、今度は stlock1じゃない、0ですね。stlock0 が来たらゴニョゴニョするみたいな感じになるわけですよ。で、これじゃあどういう風になるのかってことなんですが、どうなるんかね。まず、評価スタックの値をポップしないといけないですね。仮にポップしたデータ、データ0というので格納されることにしますか。スタックのポップ。すると、これは僕ら直感的に1が入ってるよねっていうのがわかるので、こいつを使って、ちょっとまたダダ書きしますね。0イコール1。ちょっとわかんない。データ0。はい。ちょっと待ってくださいね。これ、なんでエラー出てるかな?なんか足りないって言ってるかな?ごめんなさい。if がないです。はい。で、
まずスタックに積まれている何らかの値、ここでは1が取り出されます。これはここに入ります。これによってまず、なんかよくわかんないものイコール1っていう文字列ができますよね。ああ、セミコロン忘れたんですね。こうセミコロン入れとかなきゃ。セミコロン入れるとこんな感じになるわけです。で、こっち側は何になるかというと、今 STLOCK0 なので、これってローカル変数領域インデックス0番にアクセスする。そこへ、値を、ストアする。これですね、この丸2の部分、スタックから値を取り出しポップしてきてローカル変数領域インデックス0番に、ストアする。でこれ何度か言ってますけど、リフレクションでは名前が取れない。本来ならこれってA っていうシンボル名があるんですが、残念ながら A っていうシンボル名はわからない。でどうするかっていうのを仮に決めましたよね。ローカル0とかローカル1とかローカル2っていう名前を使うっていうふうに決めました。こうかな。はい。それは、ここで出してますね。その、ローカルズを1行1行出力したときに、ここでローカル N っていう感じで、ローカル変数の名前を決めるというふうにしたので、これ STLOCK0 だから、つまりこれって、こういうことかなみたいな。これ0。これですね。こうすると、ここが、ローカル0になるわけですよ。はい。これで、大元のソースコードは、ごめんなさい。大元のソースコードは、A イコール1だったんですが、それが、ローカル0イコール1っていう感じで出力されるようになりますよね、これで。なので、こんな感じでどうだみたいなわけですよ。これ出してみましょうか。はい。ですね。これ、まあ、最初のノップはある、あれなんです。ちょっと無視しますけど、ローカル0イコール1。できましたね。できましたよ。他、IL は、まあ、何も処理されてないので、全部普通に、コンソールライトラインで、トゥーソースコードで出ているという感じですね。ああ、なんか、第一歩できましたね。なんか、ノップ邪魔ですね。はい。簡単なので、ノップについてちょっと対処しましょうか。もうなんか、なんとなくわかりますよね。まあ別に if の文はどこでも構わないんですけど、これ、ちょっとスイッチに置き換えましょうか。スイッチ置き換え、まあいいか。IL データ、じゃあ、オフコード、ネームで、ケース文で、LJCION1 が来たら、スタックに1をプッシュして抜けます。ケース。STLOCK0 が来たら、スタックから値を取り出し、コンソールに出力します。それ以外、つまりデフォルトですね。デフォルトハンドラーは単に文字列をコンソールで出力しますって感じですね。ちょっと今単純にスイッチを置き換えました。まあこれノップに対応させるのは簡単ですね。ノップだったらみたいに書けばいいわけです。ノップだったら何するんですかね。スタックにプッシュもしなければポップもしないし、実際に何らかの動作を起こすこともない。つまり何も出さなくていいってことですね。ノップが来たら単に何もしずにブレイクで抜ける。そうすると、ないですね、ノップ。ああ、無視できましたよ、簡単に。ってことはですね、まあ BRS0 もなんとなく簡単に対処できそうですね。無視すればいいわけだから、なかったことにすればいいわけですよ。今のと同じように単純に抜けると。いうような感じにすればいいかなっていうのはなんとなく想像つくんですけど、まあ今はちょっと置いておきましょう。
ということで、ノップへの対処は非常に簡単だということが分かりました。ちょっとこれを、ごめんなさい。またコミットしておきますね。リファクター、なんだ。コード裏返し、リフをスイッチにした。はい。はい、いいですね。はい。ってな感じでですね、今、オプコードの名前が、文字列でこんな風に取れるので、こう、パッパカパッパカと、まあ、書いていけばいいっていうのは分かります。まあ、なんですけど、だんだんバリエーション増えてくると、このスイッチケースすごく増えてきますよね。バリエーション増えてきて、実装が増えるのは、まあ、ちょっと避けようがないです。なので、あと考えられることというのは、まあ、オプコード構造体みたいな、何らかの別の、独自のクラスを定義して、そいつで抽象を導入するか、オブジェクト指向的に抽象を導入するか、まあ、あるいはこういう感じで、スイッチケースするかぐらいですかね。で、まあ、ちょっとネームで、分岐するのは、どうなんかなっていうのは、ちょっと思うところは、あるので、これをなんとかしたいですね。どうしたらいいかな。その処理をするための、まあなんか、ラムダというかですね、デリゲートを辞書で持つみたいな感じにしますかね。まあなんかあんまりいい方法はないような気はするんですけど、まあちょっと、まあラムダじゃなくて、まあやっぱり抽象クラスを入れるのがいいのかな。入れときますかね。どうせやらなきゃいけないような気はするので、ちょっとやりますか。どういうものかというと、ですね。まあ IL データはオプコード。と、オペランドの対のものが格納されて出力されます。あとですね、こんな感じ？ちょっと、喋りながらいまいち、あれなので、まず、抽象規定クラスとして、そうですね、IL コンバーター、みたいな。名前がこれまた適切かどうかちょっと自信はないんですけど。まあこんなものを定義しときます。ちょっと、じゃあ。で、こいつは、アブストラクト。なんだろうなぁ。オペコードは多分1対1で紐づいているんで、オペランドかな。まあ、オペコードも一応一緒に入れておくかな。オペコードとオペランドの値を、いや、オペランドの値か。オペランドの値を入れたら、そしたら、現在の評価スタックの値をゴニョゴニョ操作して、で、結果の文字列を取得するみたいにしますか。その、評価スタックをどう操作するかは、こいつの、こいつを継承して、独自のそれぞれのオペコードの実装に移乗するというような感じにしますかね。ちょっと戻りとして、直接その評価した結果を文字列に変えたもので適切かどうかっていうのはあまり自信はないんですけど、とりあえずこんな感じにしますかね。で、まあ、アプライみたいな感じで、まず、オペランドの値。オペランドの値を渡します。そして、この時に使用するかもしれない評価スタックも渡します。これね、
そうなんですよね。この評価スタックのこのストリングがアプライした結果もストリングとして返すものと一致しているかどうかみたいなちょっと微妙なところはあるんですけど、まあとりあえず分かんないのでこうしておきます。あ、スタックじゃない、スタックですね。まあこんな感じ、こういうようなあの抽象クラスがあったとして、これを継承します。例えば一番最初にあったヘルデシーアイオン1みたいな、クラスを作ります。IL コンバーター、1コンバーター、こんな感じですかね。で、パブリック、ちょっと名前がいびつですけど、あのクラス名がいびつですけど、まあこんな感じにしておきますか。はい。このクラスって LDC-ION1 専用って今は仮定しているので、なので、まあ、オプコードは多分どこにも持たなくてもいいんじゃないかなっていう気がちょっとしています。なぜなら、これから書く、アプライの実装のところはそれが分かってて、それぞれのオプコードに対応したコードを書くので、これですね。これを書くので、多分いらないんじゃないかなっていう気がしています。これ、LDC-ION1 っていうのは何をするかというと、リターンの前に、評価スタックにオペランドの値をプッシュする。いや違いますね、これオペランドないですね。これは LDC-ION1 っていうのは固定的に1という、イントの値ですね、イントの値をプッシュするというふうに決まっているので、ここでもダイレクトに、1という文字列をスタックにプッシュしますと。こういう感じですかね。これ文字列何を返しゃいいのかよくわかんないですね、ストリング。本当にこれで合ってるのかな、わからないですね。まあとりあえずヌルを返しておきますから。なぜストリングを返すことにこだわっているのかというと、最終的にコンソールライトラインにソースコードとして出すはずなんですよね。その出す文字列が一体どこから得られるかというと、多分このアプライの結果として得られるような気がしてるんですが、LDC-ION1 だけやっただけではソースコードとして成立しないと思ってるんですよ。実際成立しないですよね。1って数字があるだけでは。しかも評価スタックにプッシュしてるだけなんで。なんでここではまあ、ヌル返して、呼び出し側はヌルが返ってきたらまだあのソースコードとして成立してないから、まあ次のオプコードの方に処理を移すみたいに書いておけば、まあ、それでいいんじゃないかなと。まあ、それで不具合があったらまた考えましょう。で、今必要なのは、LDC-ION1 コンバーター、それから、STLOCK、STLOCK0 コンバーターですね。はい、こんな感じ。ST60 コンバーター。で、こいつアプライは何をするかというと、スタックから値を取り出します。まあ、これ、今の IL の流れでは1って文字列が返ってくるはずです。で、ST60 なので、ローカル変数、ローカル変数領域の0にその値を格納するっていうソースコードが生成されないといけないですね。そう、ここでやればいいわけですね、それを。ローカル0っていうか、これ0ですね。固定ですね。STLOCK0 という命令なので、ローカル変数領域0はもう固定で、イコール、ここで得たデータ0。こういう感じですかね。あ、すみません。これ波線出てるのは、リシャーパーが、ダラーで書き直せるよみたいなこと言ってるんで、ちょっと無視しますね。はい。こういう感じでいいような気がします。これで、LDC-ION1 と STLOCK0 については抽象化ができたってことですかね。こんな調子で、他にも必要な命令を、この IL コンバーターの、実装として、用意してやれば、
あと IL とそれを対応づける表というか辞書があれば、そうすれば、まあ、機械的に処理できるようになるかな、という気がしますね、なんとなく。はい。で、でですね、ちょっと一部、処理が重複してるんですよ。何かというと、今現在、この、オプコーズという、辞書を持ってるんですけど、これってオプコード構造体が引けるようになってます。実際のオプコードのそのバイトから、バイトコードのバイトからオプコードが引けるようになってるんですけど、実際欲しいのは今書いてた IL コンバーターのその実装の方ですね。これのインスタンスが欲しいんですよね。イメージ的にはこういうことですね。こういうことですよ。なので、こういう辞書を作る必要があります。で、残念ながらですけども、この辞書は全部手書きで作らなければいけない。なぜかというと、今は、オプコーズは、リフレクションで、オプコーズクラスの中から、フィールドで全部機械的に抽出してたわけですよね。ですが、それができなくなるので、残念ながら、これを、機械的に、機械的にはできないので、全部手作業でやらなきゃいけないんですけど、あまりにめんどくさいので、あまりにめんどくさいと言いつつ、オプコードの処理はそれぞれについて、結局手で書かなければいけないので、半分だけ手を抜きましょう。半分だけ手を抜くというのは、今からこの IL コンバーターの、詳細実装、ですね、派生クラスをいろいろ作るわけですけど、これを自動的に抽出して辞書を作るっていうところは自動でやることにしましょう。これらのクラスは全部手で作らないといけないです。手で作らないといけないけど、そいつらを収集して辞書を作るっていうところは自動的にやれるようにしたいなと。で、それをやるにはどうしたらいいかというと、自分自身でリフレクションで、IL コンバーターの派生クラスを調べて、そいつを格納していけばいいわけですよ。さて、この辺がね、メタプログラミングの最初、ややこしいなと思うかもしれないですけど、面白い部分でもあります。まず、この IL コンバーター、辞書として、今までオプコードが引けたんですけど、IL コンバーターが引けるようになるので、ちょっと名前がふさわしくないですね。IL コンバーターズみたいな感じで、名前は変えておきます。で、今の実装はオプコーズクラスを、の中のそのフィールドを列挙して、で、抽出していたわけなんですけど、これの代わりに、自分たちのソースコードからこれを引けるようにします。今、ですね。これですね。IL2C という、プロジェクトの中に、まあ、いろいろコードを書いてるわけですけど、ちょっともうごちゃ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 してくるので、これ簡易的に分けますね。まず、最終的にライブラリにした方がいいような気はしてるんですけど、今はまあこの単一のソースコードじゃない、単一のプロジェクトでことは進めますが、まあそれにしてもソースコードも分けた方がいいだろうってことで分けるわけです。で、ファイルコンバーター、まあなんかフォルダ1個作っておきます。IL コンバーターズというフォルダを作ります。で、ここに、今はですね、今は、仮にですけど、クラスとして、ファイルコンバーターというソースコードで、ファイルを1個だけ、C シャープのファイルを1個だけ、こんな感じで置いておきます。数が増えてきたら分けた方がいいと思うんで、その時に分けますね。今は機械的にこの IL コンバーターと今作った LDC-I41 と、ST-Lock0 についてここへ右から左に移動します。こういう感じですね。で、プライベートじゃもう参照できないので、まあ例えばインターナルとかにしときます。まあこういう感じですね。はい、これでまあ少しはこのプログラムクラスの実装の方が減ったので、こんな感じでいいですかね。
で、IL コンバータが違う名前空間に行ってしまったんで、こんな感じで、ユージングを追加しておきますと。で、この、さっきまでオプコーズクラスから抽出して辞書、を作ってたんですけど、今度は自分たちのコードからこれを引かないといけないです。で、引き方なんですけど、IL コンバータという抽象クラスを作りました。で、でもこの抽象クラスをいくら列挙しても、実は派生クラスっていうのは全然列挙できないんですよね。口がなくて。派生クラスから、規定クラスを見ることはベースクラス、ベースタイププロパティを見ればわかるんですけど、逆ができないので、どうするかというと、もう力技で、この IL2C のプロジェクト内に定義されているすべての型を列挙して、そこから抽出します。どうやるかというと、まず、IL コンバーターはこれ抽象クラスですね。で、このクラス自身に用事があるわけではなくて、こいつのアセンブリってやると、そうすると、この IL2C 全体を表す、アセンブリインフォ、アセンブリっていうクラスですけど、まあ、アセンブリの情報が格納されたインスタンスが取れます。で、こいつを使って、直します。アセンブリを取り出します。で、ここに getTypes というメソッドがあります。これを呼び出すと、この、プロジェクト IL2C の全体に定義されているすべての、型の情報がタイプクラスのインスタンスとして取れてきます。タイプの配列になってるかな？タイプの配列として取れてきます。まあ、全部ですよ。プログラムクラスも取れるし、このテストクラスのインスタンスもまあ取れてきちゃうんですが、まあ、とりあえずこの後ですね、そういう雑多な関係のないクラスを除外する方法として、where で、ベースタイプが IL コンバーターであることという条件を加えておきます。まあ、もうちょっと言うなら、まず、type is public and type is、何がいいかな、シールされてる、is sealed and base type が IL コンバーターのものを抽出するというふうに書けば、まあおそらく、これですね、LDAC I41 コンバーターだとか、ST60 コンバーター、っていうものが取れてくるんじゃないかなと思います。ベースクラス、まあちょっと弱いですね。まあベースクラスが IL コンバーターの場合っていう書いてもいいですけど、まあもうちょっと、緩くするんであれば、今見てる方が、IL コンバーターにキャストできるかどうかで見た方がいいですね。こう書きます。is assignable from というメソッドを使うと、そうすると、このタイプの型が、こちらの左左辺の、IL コンバーターの型にキャストできる場合、true になります。まあ、この条件で絞っとけば、まあ、間違いないでしょう。で、これで抽出できたので、こいつを、to dictionary で辞書化しますね。で、タイプ。問題はここですね。これ、今、IL コンバーターの、型が分かりました。でも、こいつらの、実際のオプコードって分からないですよ。どこにも対応がないので。まあ、強いて言うならば、似たような名前をこのクラスで付けてるから、まあ、そいつを使って取るって方法もあるんですけど、まあ、ちょっと文字列でまた比較するのは嫌ですよね。なんとなく気分的に。なので、この IL コンバーターの抽象にもう一個、まあ、やっぱり、いるよね、と。アブストラクト、オプコード、オプコード、ゲットと。まあ、プロパティを導入してですね、この IL コンバータがどのオプコードに対応するのかっていうのが引けるようにしておきましょう。で、例えば、LDC I41 コンバータというのは、オーバーライド、オプコードで、こいつはハードコーディングで、オプコーズを書
から取ればいいですね。LDCION1 これかな。こいつを返すと。で、同じように、ST60 についても、ここに ST60 ありますね。うん。これを返すと。いうふうにしておけば、抽象が導入されている IL コンバータで、今のプロパティにアクセスすれば、そのオプコードが得られるので、それのバリューを見れば、実際のオプコードの値ですね。バイトコードが得られると。ところがですね、今ここで列挙したのは型なんですよ。タイプなんですよ。オプコードというか、IL コンバータの実際のインスタンスじゃないので、まずインスタンス化する必要があります。忘れてました。セレクトでタイプが来ます。IL コンバータ。クリエイトインスタンス。はい。これは知らない人動画いるかもしれないですね。アクティベータークリエイトインスタンスっていうメソッドを使うと、指定されたそのタイプのインスタンスが作られます。で、作るといっても、僕らは普通 C シャープのソースコードで、new なんとかとか書くわけですよ。この例で言うなら、例えば ST60 コンバーターを作りたい場合って、ちょっと上に仮に書きますけど、new、ST60 コンバーターみたいに new で書くんですね。この時ってコンストラクターが呼ばれてますよね。引数のない。デフォルトコンストラクターが呼ばれてます。アクティベータークリエイトインスタンスを使うと、指定されたタイプクラスのインスタンスを、この形式で書けば、デフォルトコンストラクターを呼び出して生成します。戻り値はオブジェクトなので、IL コンバータにキャストする必要があります。っていうような感じで呼び出せるんですよ。動的に呼び出してるわけですよね。このタイプ、何が来るかわかんないので、来たものに対して動的にインスタンスを生成し、そして、返しています。アクティベータークリエイトインスタンスは、遅いので、もちろん new なんとかで書けるなら new なんとかで書いてください。要するに、var-0 イコール new st60 コンバータって普通に書けるのに、こういう書き方しないでくださいね。t60 コンバータインスタンスタイプオブ ST60 コンバーターみたいな、これって同じ結果になります。なるんですけど、こんなバカな書き方しないでください。普通にソースコードで作りたい方が分かってる場合は普通に new で作ってください。こっちはすごく遅いです。生成するのにすごく時間がかかりますし、これだと、なんだかわかんないですよね。エラーチェックがあまりしっかり行われないです、コンパイル時に。何か間違ってる。例えば、ST60 コンバーターに引数を取るコンストラクターがないのに、これ引数が後ろに指定できる、オーバーロードがあるんですが、わかりにくいんですが、これそうですね。例えば、123456とか書けるんですよ。これ書くと、イントの値2つを受け取るコンストラクターを呼び出してインスタンスを生成するっていう意味になるんですが、実際 ST60 コンバーターに、そのコンストラクターに引数受けるやつがないと実行時にエラーになります。だけど、普通にこうやって書けば、当然、こうやってエラーになりますよね。まあ、インテリセンス自体がもう、なんかここ間違ってるって言ってくれるし、コンパイルも通らないです。なので、リフレクションが強力だっていう話を第1回にしたと思うんですけど、こういうことができるんですよ。完全に動的に処理を書くことができるんですけど、エラーチェックはほとんど行われないし、処理速度も遅いので、こうやって書けるにもかかわらず、アクティベーター使うっていうのは、まあ、やめてください。そういうコードを書いてると、まあ、わかる人にはぷぷって笑われるかもしれないです。ダメです。やってはいけません。まあ、ちょっと横道それましたけど、まあ、そんな感じで、デフォルトコンストラクターがあるという前提で、クリエイトインスタンスを呼び出し、何らかのクラス、
のインスタンスを生成し、でもまあそれは前提条件として IL コンバータ継承してるっていうチェックをしているので、なのでキャストできるはずだから IL コンバータに実際にキャストしておくと。で、これを使って辞書を作るわけですよね。で、ILC のインスタンスがあるので、ここでやっとオープンコード、さっき作ったプロパティにアクセスできます。こいつにはバリューというバイトコードへアクセスできる、プロパティがあるので、こいつを U ショートにキャストするという感じで、ようやく辞書が作れたわけですよね。これで IL コンバーターの辞書が作られました。アクティベータークリエイトインスタンスの速度が遅いっていう話をしたんですけど、これは1回しか実行されないですね。クラスの、タイプイニシャライザーっていうのはただ1回しか実行されないので、まあ、1回だけだったら、ちょっとぐらい時間かかっても、大したことないので大丈夫です。ここで、ちょっとテスト、エラー出るかな。あ、エラー出ません。ちょっと動かして確かめたかったんですけど、ちょっと置いときますね。はい。で、今ので辞書ができましたので、ここで IL コンバーターを使ってますね。で、これで try get value で、こう、コードはちょっと名前があるので ILC とかにしときますか。はい、これで取れてますね。で、ここは、コード、プロパティがあるので、オペランドタイプ。で、IL データに、渡すんですけど、ここもコードを渡すことになっているので、ここに IL コンバーターを渡すように変えておきます。これも変えておきますね。リファクタリングしておきます。こいつも、こうなります。ILC になります。これも ILC になります。これで IL データについても大きく変わりました。あ、もう一個あるかな。IL コンバーターの、オフコードの名前っていうことですね。はい。で、いいかな。これで、いいですね。で、あ、ここ。今、機械的に置き換えてますね。多分、ソースコードとしてはあまり良くない感じになってるんですけど、機械的に置き換えてます。はい、これでいいかな。これで、ここの IL コンバーターが作られているかどうか、ちょっと見てみましょうかね。どうでしょうか。はい、来ました。作られてないですね。何ですかね。おかしいじゃないですか。IL コンバータのアセンブリのヘッドタイプスのパブリック、あ、パブリックじゃなかったですね。IL コンバータは、インターナルになってますね。インターナルシールクラスになってるんで、多分それがダメですね。ちょっと、パブリック外しますね。シールクラスでいいってことにします。はい、これでどうかな。あ、取れてますね。2個あります。で、何かというと、LDC-I41 コンバーターと ST60 コンバーターと、二つちゃんと取れてますよね。こうしておくと何が嬉しいかというと、あとはソースコード上にもう対応させたいオフコードに対応するコンバーターを、まあ、バン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 、実装していけばいいわけですよ。なので、他の部分、辞書をどうやって生成するかというところにいちいちエントリー追加したりとか、そういうめんどくさいことをやらなくても済むので、まあ非常に楽ちんになります。っていうことですね。はい。でですね、IL コンバーターの、今抽象導入しました。アプライを入れました。これ、アプライがあるので、どうすればいいのかな。トゥーソースコードも、これもアプライかな。今、手元に、ごめんなさい。IL データのクラス見てるんですけど、これって手元にオペランドあるんですよね。なので、アプライは自分自身でできるような気がします。どうやるかというと、持ってる IL コンバーター、ごめんなさい。IL
イルコンバーターのアプライを呼び出します。オペランドは自分で持ってるので、オペランド、オペランドでスタックと、でスタックがないのでスタックは渡さないといけないですね。スタックがこんな感じ、はい、これでつながりましたね。で、そうすると、下の方で呼び出してるところを直さないといけないですね。で、ここら辺が今固定的になんかいろいろ書いてあるわけですよ。なので、こいつらをすべて、単一の実装に置き換える必要があります。これ、あれですね。IL データの IL コンバーターにすでに IL コンバーターがあるんですよ。なんですが、ごめんなさい。おかしなことあって、おかしなこと言ってますね。アプライ。IL データにもアプライがあるので、アプライにスタックを渡して、アプライを実行します。結果が何か得られるはずです。あ、得られないかもしれないですけど、ソースコードが文字列として得られます。これさっき言ったように、ヌルが返ってくる可能性があります。まだソースコードとして成立しない場合は、ヌルが返ってくるってことに回してありますね。今後どうしたらいいかはまだちょっとわかんないので、とりあえずそうしてます。なので、ソースコードが返ってきたときだけ、ソースコードをライトラインで出力する。こんな感じですかね。ようやくなんか抽象的な実装で全部つながった感じがしますね。はい。で、あとは、IL コンバーターをちま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 実装していけばいいんですよ。必要なオプコードを。全体にわたって、はい、大変そうですね。まあ大変そうって言っても法則もあるんですよね。例えばこの STLOCK0 とかは、じゃあ STLOCK1 もまた全然別のクラスを作ってやるのかみたいな話はあるんですけど、まあちょっといろいろ方策はあるような気がします。なのでまあこいつらを地道に実装していくと。で、何が必要かちょっと改めて見直してみますか。そうですね。まず、NOP 忘れてますね。NOP がいります。まあ、STLOCK0 をやりましたね。その STLOCK のバリエーションとして0と1、2、3がありますね。まあ、ST があるぐらいなんで LDLOCK のバリエーションもいります。それから、あと、ADD がいりますね。で、まあ、BRS と。で、LDLOCK3Return と。まあ、こんな感じですよね。はい。なので、そうですね。まあ、まずは NOP 行きますか。まあ、LDLOCK ができてるぐらいなので、NOP なんて、LDCIO1 ができてるぐらいなので、NOP なんて非常に簡単ですよね。要するに何もしなければいいわけですよ。なので、ここに1個増やします。NOP コンバーター。って名前のコンバーターを増やし、もうこれだけで自動的に認識されるので、僕らはひたすらこのコンバーターを量産していけばいいっていうことがわかります。で、オフコースに NOP があるので、NOP に該当したらっていうところはデコーダーの実装で自動的に識別されます。そして、あとアプライの部分ですね。スタックは一切いじらない。そして NOP によってソースコードも生成されない。ヌルを返す。まあ、これで NOP の実装完了ですよ。簡単ですね。で、あとですね、LDCIO1STLOCK0、LDCIO2 がありますね。そして STLOCK1 がありますね。LDCIO2 がある。まあ、ちょっと1のすぐそばに置いておきましょうか。2って名前変えておきましょう。で、LDCIO2 があるので、これ、オプコードを指定します。で、評価スタックの結果として2を入れますと。2をプッシュしますと。いいですね。いい感じですよね。これで、LDCIO2 できました。で、STLOCK0 というのが、STLOCK1
が必要になりますよね。今度これを量産します。ST61 ですね。で、これ、ローカル1に対して代入するっていうコードに相当します。なので、スタックから1個値をポップし、それを、ローカル1に代入するっていうコードを生成すると。いい感じですよね。これで ST61 もできましたよ。で、あと、LDLock と STLock については3まであるんですよね。まあ、ちゃちゃっとやりますか。STLock、STLock。うん。STLock 先にやっておきますか。ちょっと、それにしてもだんだんパパってどんどん増えていっちゃうんで、折りたたんでおきましょうかね。こんな感じで。こんな感じで。はい。で、今度2。まあなんか、だんだん冗長な部分がどこにあるのか見えてきた感じはしますよね。今度はローカルに。はい。まあでももうちょっと続けますね。ST63。ST632 ですね。今度、コードは3。で、ローカル変数の3に、ストアすると。これで STLock できたので、今度は LDLock、01かな、ST じゃなくて LD。LDLock0。これも LDLock0 ですね。で、LDLock0 って、この式の逆ですよね。イメージとしては、こうなる。ローカル0から値を取り出してきて、ゴニョゴニョと。なんですけど、これ、わかんないですよね。代入先って実は、この LDLock0 に来た時には、わかんない。です。どこへ代入するのか、あるいは何かの計算にこのローカル0っていうのが使われるのかもしれないですね。で、LDLock0 の、定義を改めて確認すると、まあ、その謎が解けるわけなんですけど、オープンコードの LDLock、どうか、これでいけるかな。あ、出ました。あ、一発行った。よしよし。はい。インデックス0のローカル変数値がスタックにプッシュされます。そう、プッシュされるんですよ。なので、実はここで LDLock0 っていうのは、ここでソースコードは生成できないので、これはヌルを返すパターンなんですね。で、スタックにプッシュする。間違えた。スタックにプッシュします。何を？ローカル0をプッシュすればいいわけですよ。そうすると例えばロードロック0して STLock1 とかもし書かれるとどうなるかというと、ロードロックでローカル0というのがスタックにプッシュされます。そして STLock1 でこのスタックからポップされてきます。ローカル0って文字列が。そして、ここで初めてソースコードとして、ローカル1イコールローカル0というふうにソースコードが組み立てられる。ああ、なんかうまくいきそうですよね。なので、LDLock0 の実装としては、ソースコードは生成しない、スタックにプッシュします、シンボル参照って、まあ、ちょっと仮に読んでおきますけど、シンボル参照のそのシンボル名としてローカル0というのをプッシュしておくと。なんかいけそうですよね。いちいち細かくて疲れますけど、ま、一回分かってしまえば、もうあと量産するだけです。LDLock1。こいつはオプコードとして LDLock1。そして、ローカル1への参照がプッシュされるっていう風に書けばいいわけですよ。と同じように、LDLock2 は LDLock2 というオプコード、そしてローカル2への参照をします。最後に、
LDLOCK3 は LDLOCK3、 オフコードは LDLOCK3、 参照するシンボルはローカル3と。はあ、なんかできたんじゃないですか、あっという間に。うん、抽象導入すると早いですよね、こういう似たような構造で埋め尽くす場合は割と早いですよね。ノップやりましたね。LDCI41、I42 やりました。STLOCK0123、LDLOCK0123 はやりました。あと、AT ですか。AT ですよね。AT と BRS と RETURN ですかね。RET。この3つが残ってますね、ここの中では。もちろん他にもいっぱいあるんでやらなきゃいけないんですけど、とりあえず当面の目標は我々が最初に書いたA たす、じゃあ C イコール A たす B のメソッドがソースコードに C のソースコードとして出力されるっていうのを目標にしてるんで、まあとりあえずこれらが実現できればいいということで、アッといきますか。で、今、アット後回しにしたのは理由があって、この辺のね、プリミティブな、コンバーターの実装を考えていけば、必然的にどんなコードを書けばいいのかが想像できるかなと思って後回しにしました。アット行きましょう。アットコンバーター作ります。オフコードはアットです。まあ、ここまでは一緒の流れです。で、もう一度、MSDN の定義を見てみますか。ちょっと、わかりにくいんで、こう、オフコースの at。はい、at フィールドですね。改めて眺めてみますか。バリュー1がスタックにプッシュされます。バリュー2がスタックにプッシュされます。言いながら笑いますけど、この2つは、ソースコードを、実際のソースコードを書いてる人たちが、まあ、やるわけですよ。で、それをもとに CLR 側は、バリュー2とバリュー1がスタックからポップされます。バリュー1はバリュー2に加算されます。そして結果がスタックにプッシュされますっていうのをやれば、そうすれば AT の処理は実現できる。そして同じことを今の IL2C の実装の中、コンバーターの実装で書きゃいいんですよ。素直に書けそうな気がしてきますよね。はい。アプライ、スタックありますよね、手元に。それから、まあ、オペランド、アッドは使わないですけど、オペランドも来てるんで何かやろうと思えば可能を。そして、スタックの操作っていうのはここでプッシュもポップもできる。まあ、だから材料は全て揃っている。スタック、ポップで、add を呼び出すときって、スタックに2つの値が格納されているはずですね。2つの値を、プッシュして、2つの値をプッシュした後、それがポップされて、add されて、結果が、スタックにプッシュされるという流れなので、こう書けばいいですね。データ1、スタック、ポップで2つの値を取り出します。これ値って言ってますけど、整数値の場合もあればシンボル参照の場合もあるので、ここで計算したくなるんですけど、ちょっと難しいですよね。まあ、もしやるとしたら両方とも整数値だったら整数値としてここで計算してしまうとかいうことをすれば、ちょっとした最適化になるかもしれないですけど、それって結局最初にコンセプトで話した通り、まあ C のコンパイラがね、そのぐらいの計算やってくれるんですよ。なのであんまりクソ真面目に考えてもしょうがないと思うんで、ここではもう文字列で結合していくっていう方針でやります。で、2つの値取れました。これで、計算ができますね。ストリングフォーマット0たす1って書きゃいいわけですよ。で、データ0、データ1。はい。そうすると、整数値が来るかもしれないし、シンボル参照が来るかもしれないけど、なんかそれが、プラスという文字で結合された文字列が作られます。で、こいつをスタックにプッシュすればいいわけですよ。
じゃあ具体的な、のでいきましょう。これ例えば、1とそれからローカル0とか、まあ、仮に取れたとしますね。でそうするとこれはどうなるかというと、1たすローカル0っていう文字列になります。これがスタックにプッシュされるってことですね。でも、ソースコードとしては生成されない。で、この後どうなるかというと、どうなるんでしたっけね。どうなるかというと、IL で見ると、アット したんですよね、今まさに。アットして、そのすぐ直後、ST62 とか、まあ、こんな感じで、ローカル変数に入れてるわけですよ。これ2なので、C に入れるっていう、ここに入れるって感じなんですけど、ということは、ST6 で処理される。ST ロックはどういう実装になってたかというと、まあ0でも1でも2でもいいんですけど、まあ2を見ると、スタックからポップされてきます。多分、1プラスローカル0がポップされてくるんですよ、文字列が。で、これ、ソースコードとして、こういうのが生成される。つまり、ローカル2イコール1プラスローカル0。あ、そういうことなんですね。こんな文字列が生成され、これがソースコードの一行として出力される。はあ、できたじゃないですか。できましたよ。ね、なので、アットの処理としては、これで、まあいいだろうと。まあちょっと、一末の不安が一つあるんですけど、まあちょっとそれは置いときましょう。まあこんな感じですね。いいじゃないですか。なんかできた。気がしますよ。これでアットでほぼ全部いけましたね。で、残るは BRS とリターンですね。まあ、ちゃっちゃとやっていきますか。BRS。来ましたね。来ましたよ。どこにでもジャンプできる。あの、メソッド内ですけど、メソッド内のその IL 内であればどこにでもジャンプできるというあの命令なんですが、とりあえず、それをクソ真面目に実装する前にですね、それにはちょっとまだ見えてないことも多いので、まあ、まず BRS を実装しておきますね。BRS コンバーターを作っておきます。あ、で、こいつ、オフコードが BRS と、こうですね。はい。さて、何をするかなんですが、これ、オペランドに、オフセット来るんですよね、今回は。0かなんか来ますよね。で、でも、0以外の値だったらどうしたらいいのかっていうのは僕らにはまだノーアイデアなので、まあ、とりあえずですね、固定的にちょっとオペランドは、まあ、0がやってくるという過程で、まあ、デバッグアサートだけで、他の値が来たら困っちゃうので、オペランドは、イントなので、ちょっとめんどくさいですね、これ。まあ、こうしておきますか。まあ、一応アサート入れておくことにしておきつつ、どうするかというと、スタック操作しないですね。BRS は、スタック操作は伴わないです。それ単純にジャンプします。オペランドは見る必要があるけど、今回は0の固定を想定します。そして0の場合って何だったかというと、単純に次の命令に行くだけなので、この BRS を実行しようが実行しまいか関係ない、無視できる命令だったんですよね。なので結局これって NOP と一緒なんですよ。NOP どうしたかというと、ノップは何もしずに、スタックの操作もしず、オペランドも解釈せず、ソースコードも生成せず、ヌルを返す。と一緒ですよ、要するに。なので、こいつもヌルを返せば、ソースコード一切出力されないですよね。それから評価スタックもいじらない。ので、これでついつまが合うってことですよ。で、結果的に BRS の行は無視されるってことですね。いいじゃないですか。BRS できちゃいましたよ。できてないですけど。まあ、今想定していることではできました。最後、リターンですね。リターンは、一応、
定義を見ておきましょうかね。リターン。出たかな？あ、出ましたね。はい。スタックの遷移動作を順番に示すと次のようになります。1、戻り値が呼び出し先の消化スタックからポップされます。手順1で取得された戻り値が呼び出し元の評価スタックにプッシュされます。またなんか分かったよな、分かんないな。いや、今、なんかちょっと読みながら、ああ、そうだったのみたいな、ちょっと、ほんのちょっとだけ驚きあったんですけど、ポップされてプッシュされるってことになってるんだ、定義上は、みたいな。なんか、うん、そんな風に思ったんですが、ですね、リターン、とりあえずコードを作りますね。はい。ここにリターンコンバーター作りましょうか。リターンコンバーター。で、オープンコードはリターンですよと。こんな感じ。はい、いいですね。でですね、まあリターンはオペランド持たないので、もうオペランドは無視していい。で、評価スタックに、なんかその返すべき値が入ってるはずなんですよ。1個だけプッシュされてるはず。その値を返すっていうことになります。で、ソースコード上は、想定してるのは、リターン C みたいな。今回だとまあ本当はこうみたいなイメージなんですけど、まあこんな感じのコードが出力されればいいと。なので、スタックを消費してソースコードを出力するというパターンになりますね。データ0イコールスタックから1個の値を取り出します。何度も言うようですけど、こいつはなんか直値かもしれない、1とか2とか3とかの直値かもしれないし、何らかの式かもしれない。先ほど、後で、プラスで作ったその式がここに文字列で格納されているかもしれないの、何が来るかわからないので、ここで数値を評価することはできないです。で、あとはここから、ソースコードを作ればいいですね。具体的には、リターン0。セミコロン忘れないようにして、リターン0。で、データ0を出力すると。いいんじゃないですか。これでスタック1個消費する。スタックに最終的なリターンの値が入っているはずなので消費します。その値をリターン分のオペランドというか、0として出力すると。なんかできたんじゃないですか、これって。なんか難しそうだったけど、なんとなくこれでいいような気がしますね。なんとなくですけども。はい。ちょっとね、面白そうですね。まあ、実行してみますか。なんか問題があれば、刺さるでしょ、きっと。お、刺さりましたね。あ、でもなんか、ちょっと出てる感じはある？これで見ると、ローカル偏差は定義されてる、ローカル0に1代入してる、ローカル1に2を代入してる、ローカル2にはローカル1とローカル0の、値を足して入れてる、そしてローカル2がローカル3に入り、で、あとがダメなんですね。で、ここ、なんかアサートにかかってるんですね。なんでだろうな。来ました。あ、これ 0x 入ってる。あ、わかりました。これ、0イコールズって書いてるけど、こっちイントで、こっちバイトだからですね。型が違うので、数値としては0で一緒なんですけど、型が違うので、それでエラーになってます。なので、ちょっと、止めて直します。あまりこういう方しないんだよね。多分、それでダメだったですね。すいません。はい。これでどうだ？お、エラー出なかった。さあ、どうですか？出ましたよ。インデントはちょっとあれですけど、いいですよ。合ってますよね。計算もしました。そして2のを3に入れて、ちょっとここバカ臭いですけど、3に入れて、3のものがリターン。最初のノップと、それから BRS は無視されてますよね。
できちゃいましたよ。できましたね。はい。ということでですね、とりあえずこれプッシュしましょうかね。これすごいですよ。できましたよ。こんな感じで、まあ今日ソースコードいじるのはここまでにしましょうか。僕のタグもつけちゃうでしょ。ファースト、シンプルインプリンテーション、プッシュしておきますか。はい。ということでですね、できましたね。まあちょっと、抽象の導入とかですね、そのあたり、ちょっと複雑に、ソースコードが少しだけ複雑になりましたけど、まあでも、まあまあ大体段階を追って、ほぼ最小のコードになってるんじゃないかなっていう気がします。出来上がった感じがしますね。まあ課題として、まずオペランドタイプがこのショートインライン BR ターゲットに対応してない。これね、なんとなくですけど、まあ、せっかくIL コンバーターっていう抽象を導入したので、そっちの方にこの処理を、移乗するようにすれば、このなんか冗長なスイッチケースも削除できる可能性がありますね。まあ、デコーダーとしては、その1バイトコードか2バイトコードかに応じて正しい、その、IL コンバーターを引き当てるっていうことが主な任務になるみたいな、そういうイメージに なったかなと思います。ちょっと電話に張り込まれましたが、まあそういうわけでですね、ここまあ抽象が導入できるからもうちょっとソースコードとしてはスッキリするでしょう。そしてそれぞれのオペランドに応じた処理はそっちへ移乗すれば、まあこの辺の処理は簡潔に書けるようになるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、あと、あれですね、この型ですね。C シャープで、いや、C 言語ですね。C 言語で想定されているプリミティブな型の型名を、適切に置き換える必要があります。今のところは。まあ、それとはもちろんやる必要があって、多分、もうちょっと入り組んだ、C シャープでいう方の、まあ、クラスですね。もうちょっと、具体的ななんかクラスの実装。例えば、URI クラスとか、まあ、デートタイムとかもそうですし、まあ、その他のクラスとかがどういう型名で変換されるべきか、どういう実装にすべきか。何しろ C 言語の方にはクラスなんて概念はないので、それをどういうふうにするかなのかみたいなことは考える必要があります。で、あと、まあ、戻り値の変換やったんですけど、引数ですね。引数の実装、今はボイドになっているので、こいつは、引数の定義に従って、もうちょっと、正しく引数を埋める必要があります。多分、この辺をやるとですね、まあ、具体的ななんか、クラスが指定されてくることを前提にコードが書かれるよねって、まあ、それは当たり前の話なんですけど、それで、じゃあどうやって C のソースコードに置き換わるべきかみたいな、そういうような話が出てくるかなと思っています。そこら辺はかなり、深掘りしていくといっぱい考えなきゃいけないことがあるかなと思っています。で、ローカルズなんですけど、実装、これずっと連載でその実装してて、まあ思ったんですけど、まあそういえば C のソースコードって、ブロックの最初にローカル変数定義するんですよね。まあ今ひょっとして、どうなんですかね、新しい C 言語の規格ではそれ許容されるようになったのかな。要するにソースコードの途中で、変数を定義しても構わないってことになったのか、ちょっと追ってないんでわからないんですけど、まあなんかブロックの先頭につらつらと並べるっていうふうにするのは、その、まあレガシーな、その、C の、その、まあ少なくともアンジ C ですけど、アンジ C の、レガシーな書き方に一応沿ってる
ことが、まあ、偶然なりにもできているという感じですね。これはあの可読性が下がる、可読性がどうでしょう、本来はこうなってほしいわけですよね。あの使い始めるところの、 あの変数のところで宣言があのさなされてほしいんだけど、実際に今出力するともう全部あのローカル変数定義が上に来て、でなんかあのそれに対するもうあと実処理みたいな感じで、まあ、きれいに分かれちゃってるんですけど、まあここの部分はですね、あのこう書こうがこう書こうがおそらく、ネイティブコードにあの C コンパイラーがコンパイルするときに、まあ、結果的に一緒のコードになるような気がしているので、まあまあしばらく置いときますかね。あのよっぽど気に食わないなと思うようになったら改めて考えましょう。でないと、初めにあの使われたところはどこかを追跡しなきゃいけないので、まあ、あんまり大したことないような気がするんですけど、まあなんで、まあ、あの実害がないので、まあ、しばらく放っておきましょう。はい。で、最初ちょっとわからなくて、評価スタックを、文字列で、保持して出力していくっていう方式にしました。まだね、ちょっとね、これ本当にストリングでうまくやっていけるかどうかっていう、今やった、ここまででやった範囲では、まあ問題なくいけてるし、なんかまだしばらくいけそうだなっていう気はするけど、本当にちょっと文字列のままでいいのかどうかっていうのは、一抹の不安はあって、もうちょっとやってみないとわかんないなって気はしてます。まあこのままこれも問題が発覚するまで、進めてみることにしましょうか。ということで、まあ、あと、アプライで具体的なソースコードが得られるまで、繰り返して、得られたらライトラインしていくと。まあ、ちょっと危ういとかありますよね。例えば、IL 全部舐めてみた結果、スタックに何らかの値が残ったままになってるって明らかにおかしいですね。それってどういうことかって考えると、なんか不正な IL の羅列がそこに含まれているとかだと、ひょっとしたら全部評価、IL を評価したのに、スタックに何か値が残ったままになっているっていう状況があり得るかもしれない。それは、あれですね、IL 通信の、要するに変換エラーっていう形で検出できなきゃいけないとか、まあありますよね。あるいは、今回新たに IL コンバーターという抽象を導入して辞書を作ったんですけど、この辞書に合致しないものが出てきた場合、ここですね、第1バイトに、合致しないものがあったら第2バイトの方にフォールバックするので、これにも合致しない場合、多分ここで今キーノットファウンドエクセプションが発生します。なので、これは具体的には IL に不正なバイトコードがあったってことになるので、まあそれもなんか適切な例外としてスローする必要があるかなという感じがしますよね。大体そんなところじゃないですか。で、ここに全く見えてないけど取り組まなきゃいけないトピックっていうのは1個あります。それは例外の処理ですね。で、例外の処理は、メソッドボディ、この情報の中に、その例外が、例外のブロック、C シャープで言うのはトライキャッチとかトライファイナリーのあのブロックですね。あのブロックの範囲がどこからどこまでとかいう情報が取れるようになってるんですよ。なので、その情報をもとにそこの間で発生した例外、まあ例外をそもそもどうやってやるのかみたいなのがあるんですけど、まあそれを、適切な例外ハンドラーに、その、処理を遷移するような感じで実装すると。どうなんでしょうね、ちょっとまだパッとイメージは思い浮かばないですけど、一番簡単にやれそうなのは、GoTo で飛ばす。でも GoTo だと、C 言語のその、関数内でしか飛べないので、まあ、関数内であれば、まあ、どこにでも飛べるのは、まあ、C のいい加減なところなんですけど、でも関数内にしか飛べないので、関数外に飛ぶにはどうしたらいいかみたいなことは、ちょっと考える必要があるかなと思っています。それはね、アイデアは、まあ、ちょっと他の実装から拝借したらいいんじゃないかなと思ってます。っていうのは、一つ考えられるのは、Windows がどうやってやってるかなんですけど、Windows は、Structured Exception Handling っていう機能が、これは、C++ とは関係ない形で、Win32 の、機能として、その、例外ハンドラーっていうのが作れるんですね。
で実際あの、C シャープで、まあ、ちょっとコンパイルオプションによったと思うんですけど、すら EHA だったかな、あそうですね、なんかよく覚えてますよ俺それを使うと、SEH ストラクチャードエクセプションハンドリングの機能を使って C++ の例外を実現するみたいなコードが書かれます。で、GCC の場合はそれとは違って SJLJだったかな、なんかそんなような方式があって、またそれはなんか全然違う方法で実現されてるんですね。で Win32 の方もその SEH の実装って2通りあって、32ビットと64ビットではまた全然違う実装になるんですよ。とかまあいろいろお手本もあるので、まあそのあたり、まあ多分ですけど一番なんか楽ちんにできるのは SJLJ なんじゃないかなっていう気はしてるんですが、まあ例外に取り組もうってなった時に、まあ、そのあたりを掘り下げようかなというふうに思ってます。とりあえずファーストステップとしてはですね、出ましたねソースコード、インドの値を足してリターンするってだけですけど、いやなんか割と考えることは多かったけど最後あっさりとできましたね。 IL コンバーターを導入したあたりからもうサクサク進みましたね。なので、まあ、この先どういうふうに進むかはちょっと考えさせてください。次回の、ビデオ撮りの時に、どうするかみたいなのを、決めたいと思います。ので、また次回よろしくお願いします。今のコード、もうプッシュしたので、もし試したければ、GitHub の方から、クローンして試してみてください。それではまた次回、よろしくお願いします。